ここには屋台が多かったな。何か食っていくのもいいだろう。アトリエ。暇そうだったからただ一緒に遊んでただけだよ。うん、ドロッセルさんが一緒に遊ぼうって声をかけてくれて子供の頃は遊ぶのがお仕事だからね。何もしないなんてもったいないよ。じゃあエスカちゃん、次はどうする？あ、そうだ、運河でも泳いでみる？うん、そうしよう。どこに向かうのですか？ここが…これ、面白いね。次はあそこに、うん、やっぱりあっちがいいかな。これから先、ずっと生きていく中で、私がやりたいことって…私のやりたいことは、閉ざされてた明日のドアを一つ一つまた叩いてゆくの。
実は私だけの夢のレシピ、未来が待ちわびてるから、果てしなく広がる世界へ、ねえ再び出ようよ、初めて見上げた空の青さをもっと確かめ、初めて高鳴った胸のことを今でも覚えてるよ、船でしたさ、どこまでも続く出会いの奇跡を包むろう、背中を透かせがそよぎ揺れる柔らかな白い雪の花、私何も知らなかった
ある日出会った錬金術という不思議な力。長い旅を経て、フィリスはすっかりその力に魅了されてしまいました。彼女の目標は錬金術を極めること。そのために彼女は今日も研究に励みます。やあ、今日も精が出るね。今度は何を作ろうとしてるの？あ、二人とも今はね、運が良くなるお薬を作ろうと思ってて。へえ、それはまたどうして？やっぱりみんな運がいい方が嬉しいかなって。くじが当たったりするとちょっと幸せでしょ？錬金術の技術はすごいのに、やってることは今一つ小さいのね。え、ひどい。そんなにダメかな。とはいえ、錬金術の腕前は着実に上がっているようだね。そうね。本当にどこまでたどり着くのかしら。ちょっぴり楽しみだわ。本人には言わないけど。じゃあこれはなし。もっとすごい道具思いついてみせるんだから。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。これから先ずっと生きていく中で、私がやりたいことって。よし、決めた。私のやりたいことは、閉ざされてた明日のドアを一つ一つまた叩いてゆくの。最強を目指し、各地の違法を探す剣士レヴィ。そんな彼の生き様にフィリスは感銘を受けました。目指すは最強、そして各地に眠るロマン。二人は今日も遺跡へと潜ります。とはいえ、どこか抜けている二人の旅はそう簡単なものではないようで。この中にあるはずだ、俺たちが求めてきた最強の遺宝が。開けるぞ。はい。あった、これが。これさえあれば俺は。あれ、ちょっと待ってください。それ何か音がしてません？ん、言われてみれば確かに。うわ、違法が爆発した。レビィさん大丈夫ですか？大丈夫だ。どうやらあれは偽物だったようだな。まあいい、では次に行くとするぞ、フィリス。はい。でもせめて治療はした方がいいんじゃ。構わん、これ式の怪我俺には。レビィさん、思いっきり倒れてるじゃないですか。重傷なんじゃないですか。ちょっとレビィさん、レビィさん。
てもかわいいリリスちゃんのアトリエ。虹色に輝く鉱石、特別な力でも秘めているのか。これから先ずっと生きていく中で、私がやりたいことって、よし決めた、私のやりたいことは、シルベの民として歴史を記す使命を負った青年カルド。フィリスは彼の語る歴史に興味を抱いていきました。そして彼女は決めたのです。カルドと共に各地の歴史を記し、そして探求することを。フィリスにとってその旅はとても好奇心をくすぐるもので。フィリス君、見たまえ、こんなところに石碑があるぞ。100年くらい前のものですか？いや、おそらくもっと古い。そうだな、300年余り前まで遡りそうだ。この辺りの歴史から考えるに、国境を記した警告文かもしれないな。ふむふむ、でもほら、ここは観光名所ですよっていう看板なのかも。その考えはなかったな。でもありえない話じゃないと思う。答え合わせのためにもとりあえずこれを書き写しておかないとね。そうですね、昔の人は何を思ってこれを書いたんだろう。よし、終わった。さて、この近くをもう少し探してみるとするか。は、そうですね。よし、今度は何が見つかるかな。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。しばらくぶりに歩いてみると違った風に見えるものね。これから先ずっと生きていく中で、私がやりたいことって、よし決めた、私のやりたいことは、閉ざされ旅の傭兵アングリフ。彼がお金を貯めていた理由は学校を建てるため。フィリスは彼の学校で錬金術を教える先生として働くことにしました。ですが、校長となったアングリフには一癖も二癖もあるようで。よし、お前ら揃ったな。今日の授業は金の稼ぎ方だ。何をするにもまずは金がないと始まらねえからな。お前らにはみっちりそれを叩き込んでやる。先生、今日の授業は錬金術だったんじゃ。そうだったか。まあいいさ、校長は俺だからな。ここは俺の権限で一つ。コーラー！
何勝手なことしてるんですか。あ、フィリス先生だ。壊れた用具入れを直せって言うから直してたら、こんなこと企んで、もうこれで何度目ですか。今日という今日は許しませんよ。へへへへ、面白い。どっちが今日の授業を担当するか勝負して決めようじゃねえか。ええ、望むところです。絶対に錬金術の授業をするんだから。よし、やれアングリュー先生。負けるな、フィリス先生。うん、これは今日も自習ね。やれやれ。アングリフさんはもっと校長らしくしてください。フラフタのアトリエ。冗談です。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。虹色に輝く鉱石、特別な力でも秘めているのか。これから先ずっと生きていく中で、私がやりたいことって。よし、決めた。私のやりたいことは、植物の声を聞くことができる青年オスカー、そして材料の声を聞く力を身につけたフィリス。二人はチェルシーという植物との別れを経て、世界中の植物と友達になることを固く決意します。植物と会話ができる二人の旅、それは普通の旅とは一味違っているようで。お、見てごらんフィリス、綺麗な花が咲いてるよ。この子、さすがのオイラも初めて見たな。多分トーンの一種だろうけど。そうですか。あんまりトーンには見えないんですけど。ん、オイラの目利きが信じられないっていうのかい。そういうわけじゃないですけど、トーンにも見えないなって思っただけです。よし、そういうことなら。ねえねえ、教えてほしいんだ。君はトーンの仲間だよね。ね、違うよね。あなたはトーンの仲間じゃないよね。フィリス、そういう聞き方は良くないよ。この子が怯えてるだろ。オスカーさんこそこの子が怖がってますから。うん、この子がなんて名前かなんて関係ないですよね。ああ、どんな種類だろうとこの子はこの子だからね。はい、それじゃあ改めて。ねえあなた、私たちとお友達になってくれる？フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。フィリスちゃんのふるさと、いつ来てもいいところだね。これから先ずっと生きていく中で、私が
やりたいことって。よし、決めた。魔物を飼う部族に生まれた少年ハインツ。彼は旅の中でフィリスを相棒として認めます。フィリスもそんな彼のことをなんだかんだで放っておけず、二人は共に強い魔物を家畜にするという目標のために旅を続けるのでした。だ！お、お見事。でもよかったの？倒しちゃったけど。ああ、問題ないさ。あいつそこまで強くなかったしな。あくまで俺の夢は強い魔物を飼うこと。弱い魔物は眼中にないのさ。まあ、ハインツ君はそういう人だよね。あ、なんだその言い方。なんか文句あんのか？ううん、別に気にしなくていいよ。そっか。それにしてもなかなか強い魔物っていないもんだな。もっとこうさ、フィリスくらいわしづかみにできそうな魔物とかがいても。そんな魔物がいたら、だよな。そんな簡単に見つかるわけはねえよな。いつか、後ろ、後ろ。あ、後ろがどうかした？お、ダメ、これはダメだって。わしづかみにされちゃう。私、巣に連れてかれちゃうから。ええ、落ち着け。大丈夫だ、こんくらい俺が守ってやるから。ハインツくん。あ、フィリスが持っていかれた。フィリス、おい、こら、待ちやがれ、離せこら。とほほ、まあハインツくんだし、なんとかしてくれるよね、きっと。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。何を作ろうかな。どれがいいかな。
薄暗いですが、どこに向かうのですか？誰に交代してもらおう。よいしょ。ねえハインツ君、どうしたんだフィリス。どうしよう、絆の証ハインツ君に渡そうかな。お前、ハインツ君にはいつもお世話になってるから、これはそのお礼。ほら、もらいっぱなしじゃ悪いかなって。笑われた？いや、悪い。ちょっとびっくりしたもんで思わず笑っちまった。そのお前が知ってんのか。知ってるって何を？なんでもねえよ。ありがとな、フィリス。俺、大切にする。うん。あのね、ハインツ君、これからもずっと相棒としてよろしくね。ああ、こちらこそよろしくな。一番大切な俺の相棒。これから先ずっと生きていく中で私がやりたいことって、よし、魔物を飼う部族に生まれた少年ハインツ。彼は旅の中でフィリスを相棒として認めます。そんな彼と付き合っていくうちに、フィリスの中にはとある淡い感情が芽生えていました。彼女は自分の気持ちに素直になれないながらも彼と共に旅をする決意をし、そして、これでよしっと、一丁上がりだな。ハインツ君、どんどん強くなってるね。当たり前だろ。いつ強い魔物を見つけてもいいように毎日鍛えてるから。いつでも頼ってくれていいからな。じゃあその時が来たらお願いね。ん？今なんか音がしたような。おお、急なお出ましたな。フィリス、俺の後ろに下がってろよ。こいつは俺が倒す。はぁ、すごい、本当に倒しちゃった。だから言ったろ、いつでも頼ってくれって。ハインツ君、
私、ハインツ君に言いたいことがあるの。言いたいこと？俺にか？うん、宮殿悪いんだけど、私、ハインツ君のことが。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。黄色に輝く鉱石、特別な力でも秘めているのか。これから先ずっと生きていく中で、私がやりたいことって。旅の中で出会い、時に親友として、時にライバルとして切磋琢磨を続けたフィリスとイルメリア。二人はとある町で一緒にアトリエを開くことにしたのでした。腕はいいものの言い合いが絶えない特徴的な二人はすぐに評判となり、彼女たちのアトリエには今日もたくさんの客が訪れるのでした。フィリス、そっちは終わった？うん、頼まれてた爆弾は作り終わったよ。は？依頼されてたのは爆弾じゃなくて火薬でしょ？え、そうだっけ？本当に？本当よ。ほら、依頼書にもそう書いてあるでしょ。どうするのよ、このままだと間に合わないわよ。確かに、どうしよう、イルちゃん。まったくもう、仕方ないわね。ほら、分担するわよ。今から二人で作ればなんとかなるでしょ。イルちゃん、ありがとう。あいつら、いつ見ても仲がいいな。そうじゃの。微笑ましい限りじゃよ。どうしよう、材料が足りなくなっちゃった。なんですって？えい、今すぐ取りに行くわよ。さあ。うん、待って、置いてかないで。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。フィリスちゃんのふるさと、いつ来てもいいところだね。私がやりたいことって。よし、決めた。私のやりたいことは。
人形師であるドロッセルとフリッツの親子に出会ったフィリス。二人の燃え盛るほどの情熱に感化された彼女は、共に最高の人形劇を演じるべく旅に出たのでした。今日も街角で開かれる新米人形師の人形劇。しかしまだまだすんなりとはいかないようで。出ましたね、悪の剣士フリッツ。正義の錬金術師プラフタが成敗してあげます。くらいなさい、断罪のフラム投げ。おいフィリス、お前が動かす番だぞ。え、はい。あれ、フリッツさん、なんだか絡まっちゃいました。な、何、ない、ちょっと待ってろ。どこをどうしたそんな風に。ふふふふ、ブラフタよ、見ての通りこの少女の身柄は預かった。返してほしくばおとなしく私にひれ伏すことだな。おはっはっはっは。早くほどいてください。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。ですが、暖かい場所です。フィリスはここで育ったのですね。これから先ずっと生きていく中で、私がやりたいことって。旅の途中で出会った人見知りの騎士シャノン。彼女はフィリスとの旅で大きく成長しました。そんなシャノンに影響され、自らも騎士の道へと進むことにしたフィリス。騎士としてあるべき道をフィリスに説くのは、念願の聖騎士となったシャノン、その人でした。いいかなフィリスちゃん、見習い騎士のお仕事はまず困ってる人を助けることから。っていない。フィリスちゃん、どこに行ったの。あ、シャノンさん、すみません、あそこで道に迷ってる人がいたので案内してました。この調子だとフィリスさんが聖騎士になる日は近そうだね。副団長、そんな、私よりずっと早い。いえ、私なんてまだ全然。シャノンさん、もっといろいろなこと教えてください。私、一刻も早く立派な騎士になりたいんです。フィリスちゃん、うん、わかった、ビシビシ行くから覚悟しててね。少しは先輩の自覚も芽生えてきたかな。頼りになる騎士が増えて嬉しい限りだ。それじゃあ次は体を鍛えるよ。よし、走りに行こう。はい、望むところです。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。ですが、暖かい場所です。フィリスはここで育ったのですね。
これから先ずっと生きていく中で私がやりたいことって、よし、フィリスがエルトナを旅立つきっかけ、それは錬金術師ソフィーとの出会い。ソフィーにはとある夢がありました。それは錬金術で人を幸せにするということ。彼女と共に旅をしたフィリスも次第にその夢に惹かれていき。準備はできましたか、フィリス？はい、終わりました。すみません、お待たせしてしまって。ううん、いいよいいよ、多分長い旅になるからね。準備はやりすぎるくらいでちょうどいいと思うよ。そうですよね。どうしました？随分と顔が緩んでいますが。いえ、これからも先生たちと一緒に旅ができるんだなって思ったらつい。そっか、私もフィリスちゃんと一緒で嬉しいよ。私もです。ま、世話がかかる弟子が一人増えたようなものですが。あ、すぐプラフタはそういう言い方をする。私はともかくフィリスちゃんは世話なんてかからないよ。あなたはそれでいいのですか？あんまり良くないかも。先生ったらもう。さて、そろそろ行こうか。ええ、特に目的地はありませんが、目標は明確です。うん、目指すは錬金術でみんなを幸せにすること。そうですね、きっと私たちにならできるはず。よし、それじゃあ出発だよ、フィリスちゃん。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。フィリスちゃんのふるさと、いつ来てもいいところだね。これから先ずっと生きていく中で私がやりたいことって、よし、閉ざされフィリスの姉リアーネ。旅の中で分かった彼女の真実、それはフィリスとは実の姉妹ではないということ。しかし二人の絆にそんなことは関係ありません。血のつながりよりも大切なもの、それは共に過ごしたかけがえのない時間。仲のいい二人の姉妹は今日もまた旅を続けているのでした。あ、道しるべがあるよ。なになに？片っぽは森、片っぽは山に続いてるみたいだね。そうね、地図にもそう書いてあるけど、どっちも難所みたい。どうするつもり？そうだな、じゃあ山の方に行く。だってそっちの方が景色が良さそうだし。フィリスちゃんらしいわね。それじゃあ山の方に進みましょうか。でも本当にいいの？実は森の方に行ってみたかったりしない？いいえ、フィリスちゃんが決めた道に進めば、まあ間違いなく退屈はしないからね。おい、それってどういう意味？だ
確かに最近大変な道ばっかり通ってるけど。そういうのも旅の楽しみでしょ。少なくとも私は気に入ってるわ。そっか、それならいいや。じゃあそろそろ行こうか。目指すはあの大きな山。ええ、フィリスちゃんのことだから頂上を目指すんでしょ。当然。よーし、リアネついてきて。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。暖かい場所です。フィリスはここで育ったのですね。これから先、ずっと生きていく中で、私がやりたいことって…よし、決めた。閉ざされた錬金術と出会い、さまざまな場所に行き、数えきれないほどの体験をしたフィリス。そんなフィリスが旅の中で見つけたやりたいこと、それは到底一つに決められるものではありませんでした。彼女はとある大胆な決断をします。それはやりたいことは全部やるということ。彼女の不思議な不思議な旅はこれからもずっと続いていくことでしょう。さてさて、次はどこに行きますか、先生。そうだね、次はアダレットの方にでも行ってみる。アダレットか。プラフタさん、どう行くのが一番効率がいいと思います？そうですね、こちらの方から迂回して。あ、フィリスちゃん、あんなところに見たことない遺跡が。本当だ。よし先生、行ってみましょう。うん、わかった。それじゃあ、はい、それじゃあ出発。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。
しようかな。模様替え開始。
てどれを作ろう。どんなアトリエにしようかな。
うかな。ですが、暖かい場所です。フィリスはここで育ったのですね。錬金術と出会い、さまざまな場所に行き、数えきれないほどの体験をしたフィリス。そんなフィリスが旅の中で見つけたやりたいこと、それは到底一つに決められるものではありませんでした。彼女はとある大胆な決断をします。それはやりたいことは全部やるということ。彼女の不思議な不思議な旅はこれからもずっと続いていくことでしょう。フィリスのアトリエ、不思議な旅の錬金術師。